開始しますね。これいらない。あ、はい。大丈夫です。半分じゃないから。これ舐めても聞こえる。用意しましょうね。はい、では間もなくです。オープニングから始めます。はい、こんにちは、さんの時間です。12月5日土曜日、4時から4時半までは私原がお話ししますので、どうか聞いてください。よろしくお願いします。よかったらメールもください。お待ちしております。この番組ではメッセージを募集しております。メールアドレスは797@fmgino1.com、または FM 機能案ではツイキャスと YouTube での映像と音声のネット配信をしています。 FM 機能案のホームページから見ることができますので、そちらの方もお楽しみください。 Twitter の方も連動していますので、たくさんツイートしてください。よろしくお願いします。ということで、こんにちはと、クリスマスもまた一週間近づいてきました。どうでしょうか。どんななんだろう、クリスマス。お店とかもプレゼントとか出てるんですかね。もうね、この年になったら別にクリスマス関係ないとは思うんですけど、子供のいる方にとってはね、一大イベントになります。ね、サンタさんが見ているからしっかりお話も聞かないとサンタさん逃げるってよって言ったらね、話聞きますからね、素直でいいですね。でも小学生もですよね、クリスマスだねって話聞かなかったらどうなるかねって言ったら話聞くからね。で、そうだな、可愛いなと思うのは、可愛いなと、まあ幼稚園ぐらいまでだね。サンタさんにお任せできるっていうのがいいですね。小学生になったらね、パソコン欲しい、あれ欲しいとかね。で、今はなんか物がないみたいですね。お金とか商品券で好きなもの買ってねっていうのがあるらしいですね。もう中学生とか小学生の高学年になったらお金をもらって友達と買い物に行くっていう、なんかすごい時代になったもんだね。で、なんか、なんね、ギリチョコとかさ、あんな感じみたいで、もしかしたら自分だけのサンタさんとかって流行りそうな感じもしますよね。自分にクリスマスって言ってから何かプレゼントとか、なんか売り出しそうな感じもしますね。ちょっと早いけど、ほら、ギリチョコとか、友チョコとか、自分チョコとか、なんか、あれこれ流行ってきてるから、多分5、6年後はね、サンタさんもいろんな種類のサンタさんが出てくるかもしれませんね。本当に。自分サンタ、友達サンタとかね。もう誰のサンタかわからん。なんか、沖縄の飲み会みたいだね。ね、もう本当に甲子園が始まる前から飲んでから前祝いとかね、言い訳やしと思うけど。ね、こんな風な感じでも、まあ楽しいのかなと思います。まあ自分へのご褒美ということでね。はい。では、そうですね。絵本。
クリスマスの絵本かな、やっぱり。クリスマスの絵本でも、あるとしたら、高学年ではないけど、幼稚園、一番下でも幼稚園とか向けのものしかないのかな。自分もちょこちょこ見るんですけど、でもクリスマスの絵本はやっぱり3歳、4歳にはちょっと難しいような内容が多いですね。逆に赤ちゃんとか、そういう視覚的な情報で見る子たちのためのって、皆さんあんまりないですよね。あるって言ったら本当に長い文ですよね。誰か書いてくれないのかな。ちょっとそれが不思議ではあるんですけどね。それがあったらね、とても楽しいかなと思うんですけど、誰か書いてみてください。0123でも見れるサンタの絵本あったら、多分保育園とか保育所とかで多分人気になると思いますよ。では1曲目いきたいと思います。ミレイの「インサイドユー」です。たまにカラオケ出ちゃいます。英語の発音が好きなんですよね。すごい綺麗な発音するので。英語喋れる？喋るはしないんですけど、聞くのはできます。すげえ。3歳から5歳まで一応インターナショナルスクールにいたので、リスニングは一応自信あるんですけど。なんか聞いた、聞ければどうにかなるって言ってたよ。なので、酔っ払ったら一応コミュニケーション取れます。お酒入ったらなんとなくいけます。なんか海外留学した人が何も分からん状態って言ったけど、なんか外人ってあれってね、喋れないとか書けない人って結構いるみたいだね。結構いるみたいな。日本ほどこの、言語がはっきりしてる文化じゃないので、ある程度このちょっと片言でも全然 OK なんですよ。もう話しかけてくれるので。だから聞いた。だから、手振りとか、こう、つぎはぎでも、まずは聞いて、意味さえ分かれば、どこの国でもどうにかなるって言ってた。それとか、なんか文章を読めるとかさ、書けなくてもいいから読める。聞けるって。韓国の女の子と飲む時も英語で片言ではってやってコミュニケーション取ったことあるんですけど、全然楽しかったです。はい。狙わなかったんですか？人妻だったので狙いはしませんでし セリフ満点ですよ。た。どうですか？そんなハイレベルな恋愛は僕にはまだまだです。どうですかね。満点だ。新しい。おじさんだね、俺ね。でもここまで来たらさ、人妻とかなんとかって別に関係ない。そうですね。もう言ったことできればいい。話して楽しければいいんですよね。周りがナンパだとかって言ってもさ、言うとくしてるだけさ、何が悪いって。はい、では一旦 CM 挟みます。だったら、もう
できるんだよね。はい、一発で楽ではあるんだね。こう職員にとってもごめん、これ聞かないとわからない。はい、ミレイさんのインサイド U でした。今年の頭ぐらい流れていましたね。聞いてちょっと思い出しました。ね、時代の流れというか自分が無頓着というか、ね、こんな有名な曲もすぐ忘れてしまうという、大変ですね音楽に興味がなくなると。はい、で絵本はまあとりあえずクリスマスですね。本当に小さい子でも見れる絵本があったらいいなというお話をしました。はい、次はですね、制作ということで、やっぱりクリスマスということはクリスマスツリーとかもいいんでしょうね。まあ単純にやると、まあまあ、男の自分からして、まあ、周りからどんなかって言われようが何しようが、自分がパッと思いつくのは、そこら辺に生えてるツリーみたいな感じの、この葉っぱというか草というかを見つけてそれに飾るっていうのはどうでしょうか。まあ、ツリーはまあこういう木がツリー抜きだよって外国ではありますけど、子供にはそれはないので、自分でクリスマスの木にしたいっていうのを探してそれに飾り付けっていうのはいかがでしょうかね。まあ賛否いろいろあるとは思いますが、まああと教育関係では多分罰でしょうね、こんなことしたらね。狙いとかなんとかにバツバツがつくと思うんですけど、ご家庭ではまあご自由なので、まあいろいろな散策とかしながらちょうどいい大きさのね、どんな枝があるのかな、すいません思いつかないんですけど、ツリーに似た感じのなんか程よい大きさのがあったら、それに手作りで、まあ、きれいな毛糸をくるくる巻いて、でそれに、新聞紙を巻いて、それに赤い、画用紙じゃなくて折り紙を巻いてリンゴにして描けるとか、こう自分で作った人形を描けるとか、サンタさん、まあ、こんな遊びもできるかなとは思います。お金の使わない廃材では自分は言いますけど、新聞紙とかチラシとかそういうものを使った、多分それで丸一日は大丈夫じゃないかなと思いますよ。今はねゲームとかなんとかで時間潰しとかってありますけど、ドライブとかガソリン代も使うしね、ゲームとかは心配だし、それだったらね丸一日別になくてもこともキャッキャッキャッキャ遊べるのかなと私は思いますが、皆さんどうでしょうか。ではですね、次って何ですかね、この進め方よ、自分で言ってよくわからんさ。でこの FM 宜野湾から見えるんですけど、夜景ですね。基地があったら嫌なんですけどね。まあ嫌な話ちょっと嫌なんですけど、この夜景が綺麗なんですよね、この目の前がね、本当にもう戦車の倉庫とかね、飛行機隠すような倉庫とかね、ずらーって並んでるんですよ。
弾薬倉庫とか、で軍用の車とか走ってからね、なんだろうなと思うんですけど、夜景がとっても綺麗なんですよ。でその後ろに茶谷の夜景がありまして、この軍のこのオレンジ色がね、ちょうどいい塩梅になってるんですよね。で皆さん夜景見に行きましたかね。今はですね、空気の方が綺麗澄んでいるので、夏よりも星も夜景もよく見えるそうです。まあ強いて言えば、とっても寒い日ほど夜景は綺麗、星空も綺麗っていうことですね。だから日下がった方を我慢して外でね、夜景を見るのもいいんじゃないですか。これがカップルさんだったらね、手もつないでね、まあその後はどうするかって言ったら、どうぞご自由にっていう、まあいい感じにはなるのかなとは思います。はい、僕は一体何を話してるのかよく分かりませんね。もう2曲目いきましょうね。ミレイさんですね、もう一回 US です。あ、これか、聞いたことある。これ亡くなった人でね、ですね、なんか聞いたことあるんだよね。こっちの方は偽装離婚の、なんかあったね、主題歌だったと思います。なんか昨日でやってた、やってなかったと思いますね。はい、なんか親が配信で見てた気がするので。すごいね、親子なんか、最新だね。うちの母がなんかあれなんですよ、このドラマとか大好きなので、昔芸能ゴシップとか大好きなんですよ。ゴシップ好きよね。なんか、僕より全然芸能のことをよく知ってるので。全然興味ないです。そうなんっていう話がいっぱいあります。最後、終了4分前ぐらいから BGM 流しましょうかね。はい、お願いします。あとは26分まで OK、 ちょうどいいんじゃないか。終わってあと6分は浸透したのかな。僕もここに勤めてもう3年過ぎました。3年になるのか。はい、あ、でも12月までもう3年半ですね。あっという間です。3年半、その前何やった。間にちょっとだけ設計事務所いたんですけど、主に、体育施設で働いてました。総合運動公園の管理とかで、一応もともと学生時代はずっと陸上選手だったので、その延長で社会人でもちょっと陸上選手しながら働いてたんですよ。あれか、なんか専用でか。そうですね。ただどうしても20代前半、仕事との両立できつかった時期に大きい怪我しちゃって、それでちょっともう引退決意した感じですね。インラインスケートはやってるんですか。インラインだった。はい、やってる。やってます、やってます。あれはもうだから、その怪我した時に足の筋肉のバランス整えようと思って始めたのがきっかけだったんですけど、交渉してないよね。もともとなんか一応陸上とか始める前にスケートボードもやってたんで、なんかどうせだったらなんかハーフパイプとか滑れるようになりたいなって、あそこまでなりました。でそのなんかスケートしてる時に公園で流す曲とかかっこいい音楽流しながらやりたいなと思って、 DJ のコントローラー買って自分でミックスしてみたいな。でやったら今に至るか。そうです、そうです。
すごいね。怪我がなかったらこの道なかったんだ。なかったですね。怪我なかったらもしかしたらトレーナーになってるかもしれない。かもしれないです。だからあの陸上教室とかやってたかもしれないですね。まあどっちもいいけどね。一概に何がいいとは言えませんけど。確かに。じゃあ曲が間もなく終わります。来年後教えてください。はい。じゃあマイク上げますね。はい、ミレイの US でしたね。これもまた聞いたことある曲ですね。ドラマ自体は沖縄でやってないですね。でもね、なんか特別なチャンネルとかでまあ聞いてる人はいるのかな。僕は分かりません。はい、ではですね、次本からちょっと歴史のことでちょっとお話ししていきたいと思います。銀がないのに銀閣寺。これはですね、平たく言うとお金がなくて銀箔を貼ることができなかったということです。はい。でそれがですね、応仁の乱があって、その応仁の乱のおかげでちょっとお金の方ができなくなって 銀箔を貼ることができなかったということですね。でですね、この銀閣寺を作るっていうきっかけがですね、また面白いのが夫婦喧嘩です。夫婦喧嘩で嫁さんとちょっと居づらくなったなということで、僕は別のところでアパート借りますよっていうことで作ったのがこちらの方みたいですよ。平たく言うとそうですね。だけどね、そのアパートにね、住んでないんです。その前に亡くなったんです。本当にかわいそうというか、バカなのか、アホなのか、自分のせいなのかよくわからないんですけどね。だからね、多分自分も銀閣寺って銀箔ないじゃんと思うけど、元はあったんです。だから、いつだったかな。でも最近、本当に銀箔貼りましたよね。これ、ニュースなってたよ。じゃなかったか、多分間違えてないかな。多分金閣、ん？だから銀閣寺だから本当に銀箔やってねえかな。だからね、やっと本物の銀閣寺になったということで、まあ、作った方も少しは安心したのかなと思います。ね、作った内容を見るとなんだかなですね。だから、まあ知らない方がいいと思います。では、次ですね。実際にはなかった比叡山延暦寺の焼き討ち。これが自分も見てて、そうなんだと思ったんですけど、これがですね、これはまあ、なんだろう、確定的な歴史ではないんですけど、この比叡山のあたりを調べたときに、火事の痕跡がなかったそうです。火事の痕跡はないんですけど、軽い山火事の痕跡はあったそうです。ということで、どうしてこんな風になったかっていうと、まあ、こう、結果としては、織田信長の宣伝ですね。この京都のこのお寺のまあ、本山を少しちょっといたずらすることで、自分の政治的な効力を狙ったっていう宣伝作戦であったかもしれないと。もしそれが本当だったら、織田信長って本当に頭いい人ですね、あの人ね。ただやることはめちゃくちゃだけどね、自分の娘をすべて政略結婚で吹っ飛ばしてるからね。で、ついには自分の娘も殺してるからね。はい。自分の娘がとついたお殿様を潰して、その時にこの娘さんは自害をしています。はい。ということで、まあ、織田信長は伝説なのか、アッパラパーなのかよくわからないんですけど、でも、その時代の中では相当頭がいいですね。今だったら多分総理大臣とか普通で外国の国のトップになりそうだね。まあ、だけど、どうだろうな。あんまりいい名声はなさそうだな、今生きていても。ということで、次はですね、
また明るい、内容なんですけど、今ね、この今の時代でも何かたまごっちとかなんかスイッチとか任天堂スイッチとかってありますけど、江戸時代に回ってからこの象ブーム、象が来たのがね、1728年ベトナムから来たんですけど、この時にですね、やっぱり江戸商人はすごいですね。なんだかな、ちょっと待ってよ、あったな、どっかにあったんだけどな、スコロクゲームとかね、そういうあのゲーム系統をですね、あった、象史とか象の水着っていう関連本ですね、とか象尽くしへスコロクとか、そういうので大ヒットしたそうです。やっぱいつの時もすごいですね。で、江戸時代にできた言葉が、略語とても多いので、皆さんごちそうさまっていうのはね、あれ江戸時代に略された言葉です。ちなみにごちそうさまだったかな、それのちゃんとしたものを聞いてみてください。面倒くさくて言えませんっていうお話でした。ではもう今週の方の放送も終わります。早いものですね。クリスマスももう少しですが、やっぱりコロナ風邪感染症ですね、そちらの方も基本に十分に気をつけてください。大人も気をつけないといけないですね。で、まだ仕事があるかないかってとても苦しいかと思いますけど、明るく何かあったら嬉しいということで、明るく生きていければいいかなと思います。では私原が30分お話ししました。ではまた来週、皆さんの明るい顔が見えるように、よろしいな、よくわからん、もうさよなら。お疲れ様です。ごちそうさまってあれでしたっけ、ごちそういただいて準備していただきありがとうございましたでしたっけ。なんかそんな感じですよね。だったよ、いただきますのね。とりあえずできなかった、腰だけ、ね。